浅見国一は、日本中央競馬会に所属した、騎手、調教師、バッシュ。岐阜県出身。騎手として二度の菊花賞優勝など八大競争参勝、関西リーディングジョッキーも二度獲得。調教師に転じた後も山ピットや、山人パラダイスなどを育てた。日本中央競馬会所属の調教師、浅見ミ周一は実施。1935年。 京都の相場11級舎に入門して、騎手見習いとなり、1942年に正騎手となった。同期には、坂井翔太郎がいる。しかし直後に勃発した太平洋戦争により上兵され、陸軍に入隊、終戦までをビルまで過ごした。福音後級舎に戻り、1946年の競馬再開とともに、再び騎手として、 活動を始めると、1950年にハイレコードで、菊花賞に優勝し八大競争を初制覇。1958年にコマで、再び菊花賞を制し、1960年、1961年には2年連続で、関西リーディングジョッキーを獲得した。1961年は、山人モアで、天皇賞、春に勝利している。師匠であった。 アイバ戦一致の死去によって1964年に騎士を引退し、調教師に転校すると、開業初年度からヤマニルビーで、K、軽半杯を制止重賞を初優勝。4年目の1967年には、ヤマピットで、優秀品馬を制止八大競争に勝利。その後もオークス優勝馬形記録や、平地、障害双方で活躍したメジロワース。 天才少女と呼ばれた山人パラダイスなど活躍場を送り出し続けた。1997年2月に定年により調教師引退。以後は競馬評論家を務めた。2008年には調教師出身者として初めて日本中央競馬会の馬種資格を交付され、86歳にして馬種となった。2012年5月28日、病気のために死去。 90歳没。宣言は調教師時代、様々なアイディアを考案し、長教に取り込む名長教師として知られた。以下宣言が考案し、現在主流となっている主なものについて解説する。まず最も有名なものに、ゴム製の腹帯が挙げられる。現在、草案の際には慎重性のある腹帯で蔵を止めることが原則となっているが、これが最初に取り入れられたのは、 先見が山ピットに使用したことによるものであった。山ピットは非常に銅が細長く、当時使用されていた伸長性のない布製の帯ではしっかりと蔵が留まらなかったため、ゴム製の帯を作成し使用した。しかし周囲は、帰って蔵がずれやすいのではと効果に懐疑的で、競馬会からも安全性の確保は大丈夫なのかとしばしば苦言を呈された。しかし、 山ピットの活躍によりその効果が実証されると、囲碁田の調教師も問い立党に半路コースがなかった時代から、森林馬道にあった坂を駆け上がる調教を行い、と山田め夫と,と共に、競馬会に半路の導入を愚信し続けたのも先見であった。半路コースは1985年に設置され、以後それまで東高制定だった。 東西所属場の勢力を逆転させるきっかけとなった。また、信仰の深かった竹豊がアメリカ遠征の際に目にした空気抵抗の少ないエアロフォームと呼ばれる勝負服をアシックスの協力を得て改良制作し日本でも広く普及させた。さらに、馬運車による競争場の当日輸送を試みたことでも知られている。馬運車そのものは以前からあったものの 競争場を長距離輸送するのには適しておらず、また道路事情も良くなかったこともあって、通常は貨社によって輸送で出走する競馬場に事前に輸送し、出張馬房に入球してレース当日を迎えるのが一般的であった。先見は中京競馬場で出走する馬を当時旧車を構えていた京都競馬場から当日輸送することを考え、関係者の協力を得て、 馬運車の改良を施し、実際に試験運用したところ、出走馬が好成績を上げたことから、立ちまち他の調教師も当日輸送を実施する様になった。馬運車による競馬場への当日輸送の成功は、トレーニングセンター構想を実現する上での大きなポイントとなった。また、機種時代においては、名水のクラシック三冠を阻止する計略を実施している。宣言は、 名髄の騎手、森安主義活がレース前に極度の緊張状態に陥っていることを見抜き、スタート直後に自らの騎乗馬高来王で先頭に立って、名髄の花を叩き、森安騎手を慌てさせる策を実行した。案の定、先頭に立った高来王を見た、森安騎手は慌てて馬を先頭に立たせ、そのままオーバーペースで逃げた結果、最後は一杯となって六着に敗れ、 三冠を逃してしまった。騎手がエアラフォームの勝負服を着用して、レースに臨んだのは、竹豊がヤマニングローバルに騎乗した時が最初であったが、同馬は2歳児に将来を食望されながら、右前足に致命的な骨折を生じ、一時は安楽死の措置さえ検討された。しかし宣言は、この再生に努め、やがて復帰したヤマニングローバルが、アルゼンチン共和国媒で、 約2年振りの勝利を挙げると、先研究者のスタッフにはファンのみならず、競馬関係者からも賞賛の声が寄せられた。主な勝倉、編集主な管理場、編集太字は、GIQ 競争優勝場太字は、門下生。括弧内は、旧社所属機関と所属中の職分。ありがとうございます。